バイキングジョーです。はい、ということで今回はプラレールからこちら、 J25番、お客さんを乗せて出発ノリノリ駅を紹介していきたいと思います。ということで改めまして、今回はねプラレールからこちら J25番、お客さんを乗せて出発ノリノリ駅を紹介していきたいと思います。で早速なんだけど、これね用意してから気がつきました。ベストセレクションセットのこの駅と同じだよね。うん、多分ね厳密に言えばいろいろ違ったところがあると思うんだけど、まあ気づいたからにはねそこら辺も比較しながら、レビューの方をしていきたいと思います。でこれね比較的最近発売したものになるんだけど、いろいろ思い出したんですよ確かシール多かったなって。でここを確認してみたところ、11種類くらいかなあるので、まあ、そこそこ大変だとは思いますが、まあ、いつも通りね高速でシールの方も貼り付けていこうと思っているので、まあ、そこら辺ね長くならないように注意しながら、動画の方をね進行させていただきたいと思います。はい、そんな感じでね早速中身の方を取り出していきましょう。いくよ、せーの、ドン。そんな感じでね中身の方を取り出してみました。セット内容はねこんな感じだね。パーツ数もねそこまで多くないので比較的すぐに遊べそうです。ただこれがあるんだよね、シール。やっぱねさっきパッと見た通り、全11種類で番号かぶりのものもあるので13、4枚っていうところかな。まあ、そんな感じでね、シールの方高速で貼っていきたいと思います。はい、そんな感じでねだいぶ早かったでしょ。シールの方貼り終わりました。まあね全体通して言えることといえば、比較的貼り付けの方は、優しめでした。難易度で言ったら優しめでした。実際お子さんでもねある程度貼り付けられるのかなとジョーは思います。はい、であとね残されているのが、あ、そう、組み立てだね。そんな感じでね、組み立ての方も進めていきましょう。これもあっという間です。まずは屋根をホームの柱の穴、この部分だね、ここに差し込む形で取り付けていきます。で今度は、お客さんボードの取り付けになるんだけど、レバーをストップの位置にしてから、ここの部分だね、ここにお客さんボードを差し込んでいきます。はい、もうあっという間です。これで完成です。っていうことでね、これで、お客さんを乗せて出発ノリノリ駅は完成。さあいかがでしょうか、ノリノリ駅。もうねシールを貼っている段階から思っていたんだけど、だいぶ今時な感じです。なんかすごいおしゃれだよね。ベーカリー&カフェとかねS スマートってこれなんだろうね、売店的なものかな、とかなんかね全体的にこうスタイリッシュでおしゃれな感じなんだよね。っていうのもね、最近レビューしたこちらね、こっちの駅と比べてみるとちょっと違うよね。
まあ情的にはねちょっとこう古い感じの駅の方がこう馴染みがあったりするんだけど、うん、まあ最近よく見る駅構内みたいな、そんな感じがします。で、遊び方の方がここにあるストップゴーのレバーを操作することで、ストップにすることでお客さんがこんな感じにね登場して、ゴーにすることで、まあ、お客さんを乗せて出発みたいな、そんな感じに遊ぶことができるんだけど、このね遊び方に関してはやっぱりね、プラレールベストセレクションセットに入っていた駅と同じでした。操作方法はね、ただ見た目全然違うでしょ。駅に入っているお店とかも全然違うし、うん、まあね、もう別物だって考えていいと思います。機能が同じ別物みたいな、うん、つなげてね遊んでも楽しいだろうし、まあ、こんな感じに並べてももちろん OK だし、まあ、こんな感じでも全然 OK だと思います。うん、まあ一つだけじゃなくてね、複数用意して駅を構成しても楽しそうな感じだね。うん、で遊び方はこんな感じなんだけど、まあねちょっとこの状態じゃ分かりにくいと思うので、今組んであるレイアウト、こちらの方に乗り乗り駅を組み込んで実際にね、車両の方を走行させながら遊んでいきたいと思います。ああそうそうそう、で大きさの方がねだいたい直線レール1本分です。うん、1本分で、こんな感じに収まります。じゃあねレバーの方をストップにして、お客さんがねこんな感じに待っている状態になったら、はい、新幹線到着。で今度はねレバーの方をゴーにするとお客さんが乗り込んで出発します。おー楽しいね。まあ、実際にね車両にお客さんを乗せることはできないんだけど、お客さんパッて消えるからね、うん、乗っている様子を疑似体験できると言いますか、まあ、こんな感じにね楽しむことができます。まあ、このね商品はお客さん道路があることが前提なんだけど、プラキッズをね、まあ、他の商品に、ね、付属しているプラキッズとうまく組み合わせることでもさらにね楽しめそうな感じがするので、うん、まあいろいろと楽しみ方はあるのかななんて今思ったりなんかしたんだけど、まあそんな感じでね正面からだけだと、うん、リアルさ迫力がねちょっと伝わりにくいと思うので、もうちょっとねリアルに見えるようにカメラの角度を変えつつ走行シーンの方を見ていただきたいと思います。はい、っていうことでいかがでしたでしょうか。今回はねプラレールから造形部品 J の25番お客さんを乗せて出発ノリノリ駅の紹介でしたって感じでね、バイキンのジョーのチャンネルではプラレールを中心に、あとはねシンカリオン Z とか鉄道関係のグッズや小物をお土産など、小さなお友達から大きなお友達まで家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。